ご主人、大丈夫ですか？ああ、殴られることは想像していたからね。でも想定外だったのは月読さんが怒った理由だよ。怒った理由？専属神だけは許せない。お前が神なら話は別だ。しかも専属神の内容まで理解していた。絶対にありえないよ。そうですね。専属神という従属契約は神界でも、神王、以上の地位からできる契約。地球の一般人には知ることなんてありえないはずです。それを知っている。しかも猛烈な敵意として、何かあったんだよ、きっと。私が表に出たからではないですよね。月読さんはメリアを専属神として理解していた。それに月読さんはメリア以外の専属神を知らない。言い方はあれだけど、何股もかけてるからとか、そんな理由にしてはメリアを知る前からずっと怒っているよ。ですよね。とりあえずどうするんですか、ご主人。戦うさ、そして勝つよ、意地でも。準備はできたか、クソ野郎。ああ、できたよ。ここで戦うならルールを決める。まず、出していい戦闘力オーラ数は1000万までだ。周りの建物を壊さない、被害を出さないためだ。そして、お前には関係ないが、殺害はなし。互いに大会本戦出場が決まっている選手だ。それが大会前に殺害があったでは世界全域の期待を削いでしまう。俺には関係ないって、俺ごときでは月読さんを殺すことなんて不可能って言いたいのかよ。言っておくが俺が勝ったらことかの専属神の話はなしだ。大会終わっても連れて行くことは認めん。もちろんお前の都合など知らん。逆に俺に勝てればことかの専属神の話は認めよう。これから先も好き勝手するといい。見るなりやくなりしても笑顔で受け入れてやるよ。いいよ、俺は月読さんに負けない。そこにいたらことかは永遠に孤独だ。細かい髪の変化の話ならまだしも片目の色が変わっているっていう重大な変化にも気づけない親一人がずっとことかを縛り続けるなんて。シアーネさんの件もそうだ。個人の都合、ふざけんな。それで何も事情を知らないことかが傷ついていい話にはならない。俺は月読さんみたいに毎回ことかを一番に考えれない親のそばにいさせられないんだよ。ああそうかよ、ならもぎ取ってみろよ。てめえ、うわぁ、なんて破壊力だよ。俺の絶好発動中でもこれだけダメージが通るなんて。俺の絶好は能力やオーラの遮断、つまり俺の遺伝の羽の効果を能力として扱っている感じだ。つまり、俺の知っている法則なら削除含め反射も可能。だけど全部素通りしてきた。全く俺の知らない法則だ。なら他の法則で攻める。成功。使い方が若いな。直接叩くことしか考えていない。おそらく強力な能力とポテンシャルに恵まれてきたんだろう。だから安直なことしかできない。つまり全部ゴリ押しなんだよ、てめえは。強い、多分高速を無視してただ反射するだけの能力っぽいな。一回で壊れたし、紋章が出てきていたから技の判断はしやすい。つまり全て攻撃技が悪い。ギリギリまで溜めてから使う。攻撃を予測させないようにしないと。よく勝った、光線。これを攻撃だけじゃなくて行動の中に全て織り込む。前方。まだ捕らえられている。わざと目線を合わせないだけだ。ならこっちも何度でもペイント入れてやるよ。ペイント入りのヒット&アウェイか。せっかくアンに教えた参加の滝の動きを採用した攻撃スタイルですね。完成度はせっかくアンよりかなり劣りますけど。あの動きのポイントはオーラや気配もその場に置いてくること。ただ早く動いているわけじゃありません。だから回数を重ねるごとに気配とオーラが増えるから。予測不可能な攻撃になる。置いてきたオーラと気配すべてがフェイント。本来はそんな技術です。気配が雑だな。オーラ技術はさすがと言うべきだがな。てめえ、まさか。何に？先生の技だと。攻撃入ったね。これは光栄なことなのかな。一撃入ったくらいで調子に乗るなよ。千万で抑えてなかったらこんなことは。ならお互い本気で戦える場所で戦おう。そういう場があるだろ。大会でってことか。てめえその意味わかってるのか。決勝だろ、わかってる。そもそも俺はこの大会で優勝しに来たんだ。ベスト8、ベスト4なんか狙ってると思いました。優勝ですよ。だから全員倒して俺が頂点に立ちますよ。大きく出たな。ならもし優勝できなかったらことかを諦める。そう捉えていいんだな。いいさ、どっちにしろ俺が強くなかったらことかは守れない。いいだろう、そこまで言うならそこで証明してみろ。俺が提示した条件よりより厳しい条件を提示してきやがった。それだけ本気か、ただのバカか。ただその異性の良さだけは認めてやるよ。それに免じて今回は見逃してやる。最後に一つだけ聞いていいですか。ここまでされてまだ礼儀を通すか。いいだろう、なんだ。ことかを愛していますか、父親として。
さあな、俺が一番知りたい答えだ。そうですか。では大会で会いましょう。俺のセリフだ。俺のところまで来てみろ。天の井アーラン、リオ、トーヤを倒してな。ならこっちだって言っておきますよ。俺の専属神は絶対に勝ち上がってあなたを倒しに来ます。今日全員予選通過しましたからね。なるほど。なら互いに自信が誇る戦力を倒して決勝で会おう。そこで俺がお前をぶっ殺してやるよ。こっちこそつくよみさんを倒して認めてもらいますよ。言ってろ、若造が。ご主人、大丈夫ですか？いや、ぶっちゃけ、やばい、すぐにでも倒れそう。でもあそこで倒れたらチャンスがなくなっていたからね。ハッタリが効いてよかった。でもよかったのですか、条件。ああ、俺はずっと優勝しか考えてない。それは俺の目標だし、メリアとも約束したことだ。俺がつくよみさんに言ったことは全部本音だよ。優勝もできなくてことかを守ることなんてできない。オーブだってそうだ。結局俺は優勝するしかないんだよ。ご主人。ごめん。メリア、旅館まで。運んで。くれ。頑張りましたねご主人。ゆっくり休んでください。もう、せっかく予選も勝って一段落ついたと思ったのに。なんで次から次へと問題を起こして帰ってくるかな。はい、終わったよ。私が役に立つのは嬉しいけど、実際私の出番なんかあっちゃダメなんだからね。照れるなミエル、こうやって役に立てば立場も安定する。プー太郎で居続けても仕方ないだろう。プー太郎ってしごぜ。ミエルさん治療ありがとうございます。ここまでの手際の良さ、本当に助かりました。うん、でも条件ありとはいえ、今の主様は弱くないよね。誰と戦ったの？つくよみ白鵬だそうだ。しかも一発殴ってきている。打たれ弱い主様にしては上出来だ。メリア、悲しそうな顔をするな。我らが主様が男を見せたんだ。ひとまず笑うところだ。そうですね。でもネル、ご主人はいつも男らしくてたくましいですよ。ひとまず傷は治ったからあとはソフィアに任せよう。まあ、一番任せるのが怖いけど。では私とミエルはメリアの部屋にお邪魔しようかな。行くぞメリア。そうですね。明日からの予定もありますし、疲れを取ることを優先しましょう。うわ、俺、気を失ってたのか。傷も治ってる。ミエルが治してくれたのか。相変わらずいい治療をしてくれる。ふふ、目が覚めたようだね、パト。ソフィア、今何時かわからないけどまだ起きてたんだ。深夜だよ。でもせっかくアイデアになったのに一言も話せずに終わるのなんて嫌でしょ。そうだね。しかも今日ソフィアには迷惑をかけたしね。そうそう、あの後すっごく怒られたんだから。それは予選中にカレー食べてたら怒られるでしょ。他に手段なかったの。ない、私の不可能支配はかなり制御が難しいからね。対象から意識をそらすのが一番なんだよ。そうなんだ。異質異能支配もうまく使えないしね。ソフィアも大変だと思うけど。あのね、多分、異質異能支配は意図して封印されてると思うんだ。意図して、誰が？監獄島で話したこと、覚えてる？うん、それを忘れることなんて。だとしたらこんなことするのは一人しかいないでしょ。メリアの母親、帝王神メルトリア。そうそう、私としてもこの大会はいいリハビリになると思うんだよ。それは、私の力が出ない原因を探してたら私の力の奥底で見つかったの。本来これを私の意志で具現化はできないんだけどそこは不可能支配のおかげってね。封印ってことか、解けそう。こればかりは不可能支配でも無理かな。でもきっと何か解除できるワード、きっかけはあるはずだよ。そっか、ならソフィアも一緒に頑張らないとね。ソフィアは負けてるように見えてねはしっかりと考えを持ってる。任せておいても大丈夫だろう。さて、今日は結構頑張ったしご褒美があってもいいんじゃないかな。そうだね、いつも通りでいい。問題なし。明日からは本戦に向けて一直線に進むだけだ。もう止まるわけにはいかない。勝ち続けてやる。絶対に。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。